ゆっくりしていってね。今回も有害駆除です。雨の合間に取れた個体でした。風も意外と強い。さて今回は休みの日に撮れていますので、結構画質がいいかも。新しくカメラを考えていると言っていますが、新しい GoPro を目指そうと思います。多分10月頃に出ると思っているのですが、投稿している今は6月ですから、あと4ヶ月程度ですね。新しい GoPro が行くなかった場合、GoPro 9も安くなっているでしょうから、そちらに行くかも。ですが画質のレベルで言うと、現状と変わらないかな。実際 HD でしか編集もできませんし、4K の編集できる PC もありませんので、多分現状と変わらないと思っています。ですがブレの抑え機能などは、格段にあちらが上でしょうから、その点だけは期待しています。欲しい場面がブレていたりするので、その部分が改善されるだけでも、私的にはメリットが大きいです。今使っているリコーもブレ以外は、画角も意外と広く、色合いも好みなので、捨てがたいんですよね。この道も車が通れれば楽なのに。道中も歩かないと見つからない変化や、食べ物が落ちているので、歩く回はあったりするんですが、毎日だときついなぁ。こんな感じの日陰はいろいろ生えているんですよね。わらびとかゼンマイとか、あとキクラゲとか。山菜はこのくらいしか知りませんね。あとウド。山菜はアク抜きが難しいのであまり食べません。美味しいんですが難しいんですよね。抜きすぎると風味が悪くなりますし。
ここからは斜面を登っていくよ。夜の見回りでこの上の方によく逃げるんだよね。あまりに遠すぎるのでかけたくなかったんだけど、道がわかるかの試しでかけてみました。梅雨の時期は来たくない場所ですね。さすがに疲れる。あまり急な斜面には見えないでしょうが、結構な斜面ですよ。ここは楽々です。見回りしてからかかっていたら道具を取りに、その時に取れるものの回収や、通る道順を確認しています。帰る時はそのまま斜面を降りる予定。その方が圧倒的に楽と判断しました。さて、獣道がわかりますか？はい、あそこにいましたね。今通っている場所が獣道。わずかな手がかりが獲物を呼び寄せます。
切り株の隙間にワイヤーが挟まって、動けませんね。うまいこと急所を見せません。ではお覚悟。今回もカット。荒れていないのでまた同じ場所にかけます。この場所が獣道です。若干枝が少なかったんですよね。足跡はありませんでした。ですが雰囲気で歩いてる感がありました。こんな場合は勘を信じてかけます。当たったらより進歩できてると思いますね。あとは罠を乗せて隠すだけ。このタイプの罠の上には、薄くかけるのが基本です。スプリングの上にも物は極力乗せないが正解。こんな感じですね。といったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てね。